森岡コーチ、乱闘騒ぎにお気持ち表明。試合中に両チームがグラウンド内に入り乱れる、近年では珍しいシーンが見られた。9回に起きた死球がきっかけとなり、ヤクルトの高津慎吾監督が激高。さらに、森岡良介内野守備走塁コーチ、中日の片岡敦史ヘッドコーチらが言い合いになったと見られ、揉み合いに発展した。中日が2点リードで迎えた9回。守護神のライデル・マルティネスがヤクルト、岩田の右手首付近に死球を与えた。岩田が治療のため一塁ベンチへ引き下がると、両チームのベンチから中日立浪監督、ヤクルト高津監督をはじめ選手が飛び出した。何箇所かで言い争いが起きたが、乱闘には至らず数分後に収束。責任審判の笠原一塁塁審が、ただ今より、この試合を警告試合として再開いたしますとアナウンスした。中日対ヤクルト戦では7月31日にバンテリンドーム名古屋で中日松木平が赤羽の左手に死球を与え、赤羽が骨折した。この日は8回にも4番手の藤島が山田に死球をぶつけた。ヤクルトの高津監督は試合後に、それはそれで、と口をつぐんだが、森岡コーチは、こっちも戦っているので、ああいうところで、はい、そうですかと流すわけにはいかなかったと説明した。この乱闘騒ぎ以外、ほぼニュースにならない2チーム。攻めた結果なので、高津にブーメラン。12社の5位と6位が無事に並んでも。当てた方が詰め寄るのははぁ、やな、ヤクルト怒って当然やろ。内容も最下位争いですね。また森岡か。スワローズだって、昨年当てまくってたけどな。森岡も大胆か、ヤクルトは居心地良さそうやの。画像の何回見ても、グリップエンドに当たってるように、見えますがいかがでしょうか。森岡は、こういう時のための要因ですか。経緯含めると、森岡は立浪に怯えてそう。ヤクルトって、当てた時も当てられた時も本当に、態度悪いよな。ヤクルトって、本当こういういざこざ多い。片岡立浪相手に、高津監督やるやん。森岡は余計なこと言うな、